何やらおかげの根性やな。あすごい、まあ、あの空襲で焼夷弾が落ちてくる中をさ、はい、あれを壁に詰めてさ、こうやって沈めて、この辺の井戸ってのはあの14度やでね、はい、だからあの井戸の中に沈めてきゃこうやって上へ落ちてきゃね、大丈夫やで、そのまま後ろで出てきたってことやな、根性やな、やっぱな。蜂蜜を入れてることは企業秘密やで言うなって言うけど喋ったことはないんだけど、タレね、はい、うなぎはもうあの一番いいうなぎを仕入れる。で、まず物がいいものの中に入ってる。それから味付けがね、最高の味付けするで、最高の技術でうなぎをやらん。でこの3つの中でそのタレがね、やっぱりタレがうなぎ屋の命やと。これ、ね、それぞれの店のタレの味がある。で甘いか辛いか濃いか薄いかの組み合わせなんやねん。でうちは甘くて濃いですよと。で関東は醤油を使ってるけど、うちは玉ねぎを使って、で今度2代目の先代の時になったらね、近所に追い出蜂蜜屋さんいう方があって、でタレに蜂蜜を入れると、そうすると日持ちがよく、それから艶が出る。でタレを使わせてもらって、しかもレンゲ蜜ね、レンゲ蜜高いやろ、高いですよ、言ったよ。レンゲ蜜使っとんないっていうことある。でそのレンゲ蜜はね、分けていただいて、お医者さんの方からそういうアドバイスを入れてね、お手元にそのレンゲ蜜も入れて、それからあの船の甘露煮にもその日持ちが良くなるということと艶が出るということで、船の甘露煮にも、まあ、蜂蜜をね入れさせてもらって、おかげさんですぐ近くでね、いい蜜を分けていただけるもんで、おかげさんでそういうものを使わせてもらってね、やってきますよって話して、でみんなずっと見てたんだ。あれお米をあそこで玄米で1年分買って精米して、必要なだけ精米して、それも監視しとったの。へえとった最高の調味料を使って作らない、いいものはできんっておやさんが言うとるで、じゃあ分からんで言われた通りやっとったけやべって言ったうなぎってあの各地のうなぎも食べに行かれたことあるんですか。どこのうなぎ。じゃああの、モラルの先輩はね、あの千葉の行ったらね、あのそのついでに東京でね、これはっていううなぎ屋さんは行った方がいいって言われたね。だから東京その僕が行くのはやっぱり200円、250円、ね、300円続いてる、そういううなぎ屋さん、今有名なうなぎ屋さんでも100年以下の方がいない。そういうとこは東京ではかなり味が随分関東と違うじゃないですか。まず違うのは、向こうは醤油を使ってる、はい、僕うちはたまに使ってる、はい、それはまず違うな。だからあの向こうはあのタレ入れがあるけどさ、タレ入れを見たってお醤油みたいな、醤油みたいな、さっぱさっぱってさっぱさ、ここでね、しょっぱい、これで蒸すでね、とろとろや。で店によって、はい、あのやっぱそういう最高級のうなぎ屋さんと、俺からサラリーマン対象のうなぎ屋さんと、でそれ以下っていうところがあるんやけど、まあ以下はあんまり言ったことないけど、サラリーマン対象は全部言っとる。やっぱ一緒や、まず蒸す。ただ蒸すのでも、とろっと本当にとろとろ箸でつまめるぐらい蒸すの店と、それからまあ箸でなんとかつまめるっていう程度のね、うなぎはいいうなぎ使ってる、やっぱりさすがにそのねいいうなぎ使ってるけど、味付けがね、なんていうかうなぎのかば焼きっていうのは大阪から伝わったやん。もともと関東っていうのは家康が行くまではあの全くの、あの、人がそんなに住んでないんですよ、はい、とか言ってね。で、
それがあの関西の方ではまあうなぎだね。で家康が行って向こうへ行ってあのだんだん開拓してね。でそれでそれに連れてまたうなぎもその今のようなうなぎな、かば焼き。あの奈良平安時代は競争剤やったらうなぎの、うん、なんか味噌なんかにつけてね、で競争やで、なんだけど、あの今やかば焼きの原点は室町時代でもまたあの今のようなあのかば焼きで、これ江戸時代になってからなってで、それはまず大阪からこう行ってで、大阪は蒸さないでね、なんで関東で蒸すようになったかよくわからんけど、関東の人に言わせると余分な油を落とすという、蒸して余分な油を落とす、そして柔らかいのがいいっていうんだね。それであの蒸すとうなぎの本来の香ばしさはちょっと減ずるんやね。そういうことはあんまり東京の江戸の人は好まなかったのかな。だから蒸して油を落としてこうやって山椒をかく、山椒の味に負けるみたいな、どうしても山椒の味強いでね。でも東京の人はやっぱ東京のああいうこう風土なんだろうな、そういうのが好き。もともとは大阪から行った、あれ丼ぶりという形式も大阪から行った。東京江戸時代はああいう丼ぶりという形式がなかった、別々なかった、もちろん関西でもなかったよね。で今助という芝居が好きなおやじさんがおってね、で、あのうなぎが好きやでね、うなぎを取るんやけど冷めてまうから、冷めてまうで、ほんであの温かいご飯の上にね、あの乗っけてさ、持てたら冷めやと思って、それ持って芝居に行って食べたらうまかったでって言って、それで広まったというのが、まあ、大体の定説。だからあの大垣のそこそこの人も東京行ってね、東京のそこそこの人にね、ここはその老舗で美味しい投げで連れてもらうけど、うまいけどやっぱりわしは変わってない味の方がいいって、みんなそうやそれはもう子供の頃からあのうちも三代になるのでね、で今の僕らの、ね、年代の人はみんな子供の頃から親に連れられてここに来たもんで、はい、うちの味に慣れてまうよ。だからうちね、親父さんがね、家族連れ大歓迎って昔言っとったよな。なるほど、足が、まあ、小さく来るとみんなとこひっくり返ってまうよ。困る、店の子も困るわけね。やけど最近僕も家族で大歓迎なるほど、小さくてさ、味に慣れると、はい、あのやっぱそこがいいっていうことになってくるかな。タレってずっと なんかこうよくあるような亀に入ってるんですか。見たことあるから亀つぼ。ない、見たことない。うちの亀だ。ちょっと後で見てけ。亀つぼにタレが入ってないけど、で皆さんはね、古ければいいと思ってないけど、そうじゃないんだよ、タレは。タレはね、あのもしその亀つぼに入れて3ヶ月もそのまんまにしといたらね、もう発酵してドロドロでね、生臭くなる。なんて言ったら、うなぎを焼いては焼いて、ないとは焼いて、だからうなぎのエキスが入ってるの、油。そういうものがね、ドロドロ、もうな使い物ない。じゃあ毎日ね、それを使っていくわけよ、あの家とは、まあ、エキスが入ってくね。で、丼にかタレかけて、すくい出してくれ。この繰り返しを毎日やると。それで、毎日うなぎをそこに入れて焼いとるもんで、で、タレはね、そうならない。ということは生きとるよ。それが3ヶ月もそのままになったら死んでもらう。だから僕はタレは生きとるというふうにみんな話をする。タレは生きてますよ。昭和20年の7月何日かに今回空襲があったよ、はい、でその時にあのうちの父親はあの昭和18年に兵隊で行って、ね、でうちはおばあさんとおふくろさんと僕と僕は赤ん坊やわ、ね、だから2歳かな。18年の2歳。ほんで空襲警報になったもんで、ほんでそのタレをね、こういう亀壺へ入れてね、コルクでしっかり栓を出して、
直径1メーターの掘り抜きの井戸が あってね、でそこへ沈めてさ、ほんで蓋してで、あとは僕のおむつだけ持って逃げたんだ。で逃げたのはこの麦の森にね、で飲みのそれが焼夷弾が落ちてね、またね、水出しあってね、あら生きた工事はしなかったよって。ほんで、市民部屋のあたりまで逃げてって後ろにいたら真っ赤に燃えとったっていうね。でそれが収まってから戻って、ね、ほんで掘り出したらその破滅音が無償で出てきたんですよ。だからうちのタレは戦前からね、切れずにずっとつながってるよって僕のおふくろさんがね、よく自慢しとった。これはうなぎのおかみの根性ですな言うてな、話すればって。それに比べてうちの家内はあかんなと、そういうことは思ったらあかんですよって。